町民たちが足しげく通ってお茶をしたりだとか野菜を出荷したりだとか、うん、そうして形成されるコミュニティにきっと皆さんは期待してくれてるのかなと思って、うん、日本一町民に必要とされる道の駅っていうところを今もそこを目指して走っています。この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは今日は株式会社アットローカル代表取締役堀田由紀さんにお越しいただきました。堀田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社アットローカルは2016年に士幌町で創業、2017年にリニューアルオープンした道の駅ピア21士幌の運営を中心に地域資源を活用した商品開発やイベントプロモーション、地域の中学校高校への出前授業などを通して士幌町の魅力を町内外へ発信しています。私も十勝を訪れた際は必ず立ち寄っている道の駅なんですけれども、士幌ともう T シャツもう、はい、嘘みたいな T シャツですね。待ってました。はい、可愛、はい、いですよね。これあれですか、もう道の駅で売ってる。そうなんです。はい、スタッフ一同愛用しております。これを着てね、はい、あとはその道の駅で実際に取り扱っているものも今日いくつかお持ちいただいてるんですよね。はい、はい、この士幌牛だしのラーメンシリーズ今年の3月発売したんですけど、はい、3月だけで1000袋ずつ。でうわー美味しそうだもんな。実際に道の駅を訪れたらこれだけはっていう一つ教えてもらえるとしたら何ですか。そうですね、20年ぐらい前から名物なんですけど、はい、本物の剣先スコップに乗った士幌牛のステーキっていうのが看板メニューで、関東方面から来られたお客様はびっくりしますね。あ、インパクトもあるし、はい、そして味も間違いない。美味しいです。はあ、もうお腹空いてきますねその話だけでも。はあ、堀田さんはご出身はどちらなんですか。はい、私は十勝の中札内村っていうところ出身です。中札内村で過ごしたその子供の頃っていうのはどういう。はい、私が保育所、5歳ぐらいの時に父が帯広から移住をして小さな焼肉屋さんをオープンして、でそこから5歳なりに小さなエプロンをつけてで焼肉屋さんのホールに立ってサガリです、ジンギスカンですっていうお手伝いをずっとしていて、でそんな中で育ったので、あの小さい頃からなんとなく、あ、人が食べる瞬間ってこう幸せを作ることのできるなんか空間を作ることができるんだなみたいなことを感じていて。学校もそういう選択をされたんですか。そうですね、あの高校生ぐらいの時からいずれなんかこう地域のこう野菜だったり特産物を使ったカフェだったりとか、うん、飲食業に憧れるなと思って、で進学はそっちの方の経営勉強できる方に進みました。うん、で学校卒業した後はどうされたんですか。そうですね、大学1年生の時に母が急に亡くなってしまって、で就職を本当だったら札幌とか東京とかでしたいなとは思ったんですけれども、ね、ちょうど当時同時に弟が就職していて、うん、で俺は中札内村には帰れないから、あと父さんのことは姉さんに頼みたいって言われて、じゃあ私中札内村に帰ろうかなと思って、うん、いずれ飲食を自分でやるっていう志があるので、食の根幹である農業のことをまず学びたいなと思って第一キャリアは中札内農業に就職をしました。一応総合職っていう肩書きでメインは経理事務なんですけれども、うんうん、でもあの中札内農業面白くって、あの特産品が枝豆なんです。もう有名ですよね、はい、とことん枝豆尽くしで、はい、札幌だったりとか、はい、遠く大阪だったりとかに行ってで販売会させてもらって直接消費者の方に交流したりだとか、あと普段はもう農家さんのこう受け入れ窓口になって交流したりして、あ、なんか農家さんとこう都市部の消費者たちのこう架け橋になるようなお仕事をさせてもらって、うん、私の中で大きななんかこう良いキャリアだったなっていうのは感じますね。
今は士幌にいらっしゃるわけですけども、はい、士幌と その接点というのはどこにあったんですか。はい、最初私はあの家業の中札内の焼肉屋を継ごうとは思ってたんですけれども、はい、ただこう農業のことを知れば知るほど興味が出てきて、うん、で職員でありながら土日は十勝全域の若手農家さん団体グループのマルシェのお手伝いとかの活動をずっとしていて、うん、でその時の団体の代表が今の夫で、そうなんですね。はい、自然とお付き合いするようになって、あれよあれよと農家に嫁ぎました。あ、じゃあ、 あの結婚を機に士幌にっていうことなんですね。そうです。なるほど。はい、で、結婚を機に士幌に移りました。はい、あのもちろん農業が仕事になったので、はい、あの全力で夫と一緒に種をまいたりとか、はい、草を取ったりっていうような一次産業に携わって、うん、それはそれですごく楽しい世界ではあったんですけど、はい、意外と農家のお嫁さんってもともと私がやってた経理事務のお仕事だったりとか、あと飲食業で培った接客業だったりとか、うん、そういうキャリアってなかなか活かせないんだなっていうのをすごい痛感した1年目 でそこからどうやったらこう農業女性が自分の持っていたキャリアを農業に落とし込めるかなっていうところに奔走して、うん、2014年に十勝のこう女性農業者を集めた農と暮らしの委員会っていう団体を作ったんですよ。うんうん、でそこを皮切りに、女性でみんなでマルシェをしたり勉強会をして経営の勉強会をしたりだとかっていうような交流を今もずっとやってます。結構話題になりましたよね。そうですねメディアでも結構取り上げたり、はい、当時農水省の農業女子プロジェクトっていうのを農水が一生懸命やってたこともあってだいぶ、はい、話題になりましたね。うん、はい、で今やられているその道の駅を運営するっていうところにはどういうふうにして進まれたんですか。はい、ちょうどその女性農業者にフォーカスが当たって、で当時同時進行であの新しい新道の駅プロジェクトが行政の方で動いていて、なかなかやっぱりもともと山積して腕運営してた道の駅を民間委託にするにあたって、じゃあ企業を選定しようって言った時に、この士幌町っていう小さな町で飲食事業者をこう数店舗経営できるっていう企業がなくって、それで夫と一緒にね、このままだったらきっと町外の大きな企業が参入してきて士幌町と関係のない商品が置かれてしまうのはあまりにやっぱり寂しいから、じゃあちょっとあの私たちで会社を起こしてやってみようかって決意したのが2015、6年の話ですね。じゃあそこで手を挙げてみようっていう話になったわけですよね。そうなんです。でも道の駅を運営するって、まあ、普通に考えて、うん、あんまりその例があんまりこう聞いたこともないですし、勇気のいる選択だったんじゃないかなと思うんですけど、実際どうだったんですか。うん、そうですね、あの準備期間がそもそも1年しかなかったから、はい、なんか怖いっていう感覚よりは私たちがやらなきゃっていう当事者意識の方が強かったですね。なんかこう使命感というか、そうですね、自分たちの町のそのまあ言ったら玄関になるような施設じゃないですか、はい、道の駅って、はい、道の駅って観光客にどう受けるかとか観光客にどう売れるかっていうところが主軸にこう作られていくんですけど、逆に士幌町って観光地ではないので、うん、ただ町民の皆さん一貫して言ったのは町民たちの憩いの場であってほしい、で町民たちが足しげく通ってお茶をしたりだとか野菜を出荷したりだとか、うん、そうして形成されるコミュニティにきっと皆さんは期待してくれてるのかなと思って、うん、なので私たちが会社立ち上げようって思って早々に掲げたビジョンは日本一町民に必要とされる道の駅っていうところを今もそこを目指して走っています。実際にその事業をやることに選ばれて、その最初の頃ってでも本当にノウハウもそんなに多分ない中での手探りのところも多かったと思うんですけど、はい、何が大変だったですか。そうですね、 あんまり大変だったってことはなくて、ただやっぱり一番最初自分たちの想像以上にお客様が来てくださった時に、うん、社員がやっぱり過労で辛い思いをしたことだけがやっぱり大変でしたね。うん、はい、ただそれがきっかけで、じゃあどうしたら
今働いてくれてる従業員の体が楽になるかとか、うん、お休みを取れるようになるかだとか、あと来てくださるお客様の胃袋をどうやって満たしていこうかっていうところがきっかけで、飲食事業者ではあるけれども商品開発っていうところに着手できました、うんうん、実際にその道の駅でその作ったものっていうものもたくさん実際に行くと伺うとあるじゃないですか、はい、でカフェがあって飲食もできてっていう、はい、なんかそのどんどんそういうふうにこうちょっとこういろんなことができるような場所になってきてるんだなっていうのを感じるんですけど、アイデアとかってそのユキさんもそうですし、いろんな人からこう募ってできるものですか、はい、そうですね、結構それは町の人たちからいただくアイデアだったりとか、ね、私たちの作った例えば、まあ、ここにも並んでるんですけど、はい、シーベリーとかハスカップあるんだけれども、はいはい、何か作れないかなっていうふうに声をかけてもらったりだとか、うんうん、あともうジャガイモも製品だけじゃなくって、割れだったり小ぶりなジャガイモだったりとかがあるので、それをうまく活用して商品を作ったりだとか、うん、なんかその正規ルートでしか出回ってないものをうまく町の人たちから声をかけてもらって作ること、うん、あと私たちスタッフのアイディアを結集して一つの商品を作ることが多いです。なるほど、はい、今実際にこう堀田さんがやられていることで力入れていることっていうのはどういうことがあるんですか。そうですね、道の駅の居心地の良さっていうところをもう少し深掘りするために公園を今作ろうと思ってて。公園、はいはい、でそれをせっかくだったら何千万もするアスレチックをドンと置くのじゃなくって、地元の中学生のアイディアだったりとかを結集した公園を地元の中学生と一緒に作ろうって今現在も進めてやっているところです。あ、じゃあ中学生からアイデアを募ったりってそういうことですか。そうなんです。今後のやっぱり地方創生の鍵って、うん、今のこの小学生中学生高校生のアイディアだったりとか、こういう街っていいよねっていうアイディアをこう忠実に我々大人が実現していくことに、なんか今後の未来のその地方の生き残りの鍵になっていくんじゃないかなっていうのはすごい感じました、うん。コロナ禍っていうのはその道の駅かなり大きな影響を受けたと思うんですが、はい、それをどうやって乗り切ってきたっていう形ですか。そうですね、経営面は本当にしんどいですよね。やっぱり売上のほとんどは道の駅に来てくださるお客様のほとんどで成り立ってたので、ただ一番力入れたのは人材教育に思いっきり当てられたっていうのはコロナで本当に良かったなって思います、うん、具体的には、はい、そのタイミングでキャリアパートナーを外部から、うん、今もそうなんですけどお招きをして、今までやってこなかった社員教育、社員でみんなで集まって勉強しようとか、うん、なんかこう海賊船のような企業だったところをちょっとずつ会社っぽくしながらも海賊船のいいところを残した経営に転換できたいい機会でしたね。だから今コロナが明けてわっとこうお客様が押し寄せても、私たちのビジョンのもと、うん、あと各部署のコンセプトのもと邁進していこうっていう風になっていってるんじゃないかなっていうのは感じます。あ、じゃあ、まあ会社としての、まあ、強さとか純度っていうか、こうそれをしっかりともう一回認識するっていう意味では必要な時間だったということですかね。そうですね、とってもありがたかったですね。あと私自身やっぱりコロナになる前は出張が多かったので、はい、それがコロナになってずっと会社に入れたっていうのも大きかったです。なので社員だけじゃなくってパートさんと一対一の面談も取れるようになったりだとか、うん、逆に今まで社員のやりたいことを反映してきたけれども、パートさんのやりたいことを聞き出して道の駅に反映できたりだとか、うん、そういうところで一気にコロナ前なかった道の駅が今なんかアップデートされて、なんか今進化しているぞっていうのを多分みんな感じてくださってるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、進化した先のその道の駅、はい、どうなっていきそうですか。そうですね、自分でも想像できないですけどね、はい、ただやっぱり今も昔も変わらず願うのは、この町に道の駅があってよかった、私の中で道の駅があってよかったって従業員もそしてここの町に住んでいる人たちにも思ってもらえるような施設をこれからも目指していきたいですね。あとはその北海道の、その、まあ、道の駅だし、北海道で
取れたものをこう皆さんにこう見てもらうっていう場所でもあると思うんですよね。観光客、特に道外から来た人にとっては、はい、その北海道に根ざしたという意味ではこれからどういったことを考えていこうと思ってますか？そうですね、私もやっぱり士幌町の道の駅だけれども、ただいろんな生産者さんだったりと出会う機会ってすごく多かったので、ちょうどコロナが明けるかどうかで新潟の道の駅の駅長に声かけてもらって、はい、北海道物産展を企画してほしいって言われて、はいはいはい、今まで私士幌の商品しか扱ったことなかったけど、はい、でも十勝全域のいろんな生産者さんから商品集めて新潟にドンと今年送り込んだんです。今年の2月かな、はい、それがすごい楽しかったんですよ。はなのでやっぱり今まで私が出会ってきた人だったりとか商品だったりも含めて、アットローカルとして、アットローカルって士幌町でっていう意味もそうですけれども、うん、この地域でとかこの十勝でこの北海道でできる価値っていうところを磨いて全国に発信したいっていう思いもあってこの会社名をつけたので、うん、今後機会があるならそういう、こう北海道の素敵な商品を PR するお仕事もしてみたいですね。いや皆さんぜひ十勝行った時にはですね、士幌の道の駅ぜひお立ち寄りいただきたいというふうに思います、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。